林薔株式会社、林薔林薇は、岡山県岡山市に本社を置く、食品原料、医薬品原料、化学原料製品や試薬を研究、製造、販売する、バイオメーカーである。メセナ事業として、美術館や博物館などを運営する。2011年に、会社構成法を申請し、科学専門商社、 長瀬産業の完全子会社になる。2012年3月26日に会社構成計画は終結している。1883年、林原勝太郎が現在の岡山市北区ヶ瀬に爆紙図飴製造業を営む林原商店として創業する。1932年、株式会社、林原商店へ改祖し、 林原一郎が三代目社長に就任して、研究開発や経営多角化を推進する。水飴製造は三等化法を導入し、太陽員水飴として、日本本土や大陸方面へ販路を拡大す。1943年、林原株式会社へ、社名変更する。1945年、岡山空襲で工場を消失するも、終戦直後に復興して水飴生産量が、 日本一になり、不動産事業では、JR 岡山駅南に約2万坪の土地を購入し、1948年、同所へ本社を移転する。以後澱粉から、各種投資開発を事業として、特許を多数取得し、莫大な収益でさらに新規研究を行う、研究開発型企業へ成長する。1961年、林原県の社長就任に以降、自社で、 製造法を確立した、ブドウ糖の生産をはじめ、マルトース、プルランなど生理活性物質の量産化に成功し、林原生物科学研究所などグループ会社を次々と設する、美術館開館、ビッチュウ漆復興事業、古生物学、恐竜発掘調査、類人猿研究など、メセナ事業も積極展開を始める。1990年代以降、 甘味料などに用いられる糖質トレハロース、抗がん剤用途のインターフェロンを生産し、世界市場で販売する。ただし、林原県の弟で専務取締役を務めた林原康氏によると、林原インターフェロン製造のために建設された、キビ製薬工場は、稼働実績2割を上回ったことがなく、後の経営破綻の最大の原因の一つと挙げている。これは、 林原の天然型インターフェロン製造法が、後発の遺伝子組み換えインターフェロンの競合に、効率で劣っていたこと、販売協力関係にあった、大塚製薬の社長が、新薬開発をめぐる、汚職事件に関わり、製薬会社の社長を退任せざるを得なかった、ことによるという。年2月2日、林原林原生物科学研究所、林原 のグループ中核3社が会社構成法適用を東京地方裁判所に申請3月7日に構成手続き開始が決定する2012年2月1日、林原生物科学研究所林原商事の2社が株式会社林原に九州合併され2月3日に合併後の株式会社林原が100%減資して長瀬産業を 大阪市の完全子会社になる。長瀬産業からの出有者や JR 岡山駅、南土地の売却などにより、負債総額約1400億円に対し弁債減資、約1300億円を確保して、弁債率約93%と公正法下では、異例の高水準で、公正法適用から約1年2ヶ月後の3月26日、会社公正計画は終結する。 中核事業は株式会社林原が継続し、中核事業以外の資産や負債は太陽食産が引き継いだ。JR 岡山駅南の土地2万坪など大規模な自社所有地の含み益と特許利益により資金調達が容易で、長期間の独自研究開発のために未上場で、創業者の林原一族が長年同族経営していた。 縁故採用に肯定的で、社員公募せず、多くを地元岡山の大学生から採用している。メセナ活動にも積極的に投資し、2002年に、林原グループ本社や林原自然科学博物館、有料駐車場、林原モータープールとして利用されていた JR、岡山駅南の自社所有地を、ザ・林原式として再開発する構想を発表している。 しかし一方では、豊富な不動産資産を背景に、1970年代からバブル期にかけて1700億円にも上る多額の借り入れを金融機関から言った。借り入れ金は研究投資に用いられ、ハムスター法によるインターフェロンの製造法開発に成功したが、競合品である遺伝子組み換えインターフェロンの登場により、投資額を回収する分だけの利益を上げるには、 至らなかった。当時はトレハロース、AA2G 等の2000年代の主力製品の開発前であったことに加え、バブル崩壊により JR 岡山駅前に保有する土地の評価額が激減していたことで、林原グループはすでにこの時点で事実上の債務超過に陥っていたとみられる。この頃から不正経理によって銀行から多額の融資を受ける行為が常態化していた。 岡山製紙やサムスン食品などのグループ会社は上場し次々に売却したがグループ本体は不正経理の発覚を恐れ上場できず長年にわたって間接金融に依存する状態が続いていた経営破綻の原因は直接的には2010年末に金融機関から不正経理を指摘され融資の継続がされなくなったことだが そもそもの不正経理を行う動機は、すさまじい学の研究投資とインターフェーロンのジネスとしての失敗である。経営破綻時に一部報道で言われた、メセナ活動や不動産投資が経営を圧迫したというのは誤りで、あくまで粉飾の根っこは金食い虫である、林原生物科学研究所による過大な研究投資、特にインターフェーロンの失敗である。 メセナ活動や不動産事業は多く見積もっても、年間数億円の出費にしか満たず、借入金利益を毎年返済しても、トレファロースや AAA、2G の売上で、年間20億円以上利益を上げていた90年代以降の、林原では、大きな問題ではなく、不動産を扱う、太陽食産はそもそも公正方針政治にも、資産超過状態だった。年末に、 住友信託銀行と中国銀行が秘密裏に行った内部資料の付き合わせから、林原グループは貸借対象表の借入金の差異を指摘された。同2行は年末までの時点で、住友信託銀行及び中国銀行は不渡り処分をちらつかせることで、林原県及び安市の個人保障、関係各社相互の債務保障への署名な追を行わせ、 不動産を担保に入れた。メイン2行の他の債権者を差し置いた行動は後に、他の債権者の不信感を生みエリアール不合意の主な原因となった。2010年12月時点で、林原グループは資産はおすべて同じ2行の担保に入れ、翌年2月末の融資の継続書き換え時には、担保不足によって資金ショートになる降参となった。この時点で、 メインバンクの中国銀行から林原に対して裁判外紛争解決手続き ADR を進めるよう指示があり同銀行から林原に対して ADR の第一人者である西村朝日法律事務所の紹介を行う。当初、林原は会社構成法ではなく中国銀行及び西村朝日法律事務所に後押しされる形で 事業再生 ADR の成立を目指すも、ADR、ER、不成立で、会社構成法適用になる。債権者全会一致が原則で、ハードルが高い ADR と、ADR 不成立時の最終手段である、会社構成法の二択が提示され、民事再生法は提示されず、ADR は西村朝日法律事務所の松島、秀樹弁護士らが、日本紹介しており、 湖南県で実務を担う森治洋弁護士らチームは、ADR の成功事例にしたい思惑があった、と、林原グループ前、専務取締役の林原康氏は語っている。ADR 不成立の原因として、債権者の銀行団のうち、メインの中国銀行及びサブの住友信託銀行の2行と、その他の銀行の利害が激しく対立したことが、挙げられるという。 2011年1月11日の ADR 第1回会合では、席上、代表取締役、林原健が謝罪し、弁護士からは、経営責任を取って、社長の林原健、専務の林原康、他経理担当役員二人が退任する、旨の報告があった。P、L 上、業績会長でありながら、弁護士団が、全役員の退任を勝手に決めたのは、 銀行の ADR 同意を取り付けるための有効な取引材料にするためだったという。中国銀行と住友信託銀行を除いた銀行団からは、林原への避難や罵声は全くなく、中国銀行と住友信託銀行への憤慢が激しく噴出したという。JR 岡山駅南所有地に中国銀行が林原美術館に 住友信託銀行がそれぞれ低当権を設定していることが明らかになったことと昨年末から ADR 申請まで中国銀行と住友信託銀行の2行のみで情報を読したことに非難が集中した。さらに中国銀行と住友信託銀行の間のスタンスの違いも状況を難しくした。銀行が ADR 成立のためには担保登記の修正について 柔軟な姿勢を示したのに対し、住友信託銀行は、ADR 成立を前提としない限り担保登記の修正に応じないとの姿勢を変えず、この住友信託銀行の態度に、他のメガバンクからの非難が集中した。他の銀行団のうち、三菱東京 UFJ 銀行は、以前から十分な有価証券担保を取っていたので恩健な態度、逆に、 三井住友銀行には十分な担保が提供されておらず、苛立ちを強めていた。水穂銀行は、自身の再建額はそれほどでもなかったが、新時系トローンの漢字銀行として中小銀行を束ねるという役割があったという。一回目の会合の最後に、新公約の西村朝日法律事務所の森、治さ弁護士から銀行団に、第二回目の会合の出席の釘を刺し、 初会合は終了した。事業再生 ADR の特徴として、関係者の守秘義務を前提とし、秘密裏に話し合いが持たれることで、一般債権者の不安を煽らないという点があるにも、かかわらず、2011年2月2日に、第2回目の ADR 会合の前に、新聞各紙に、林原の ADR 申請がスクープされてしまった。報道内容は、債権者各校に配布した。 ADR 説明用の資料をもとにしていたこと、現実的に合計300部ほどの製本を銀行団に配ったことから、ADR の秘密保持の実効性はお粗末なものであり、中国銀行と住友信託銀行の思惑に不満であった、いずれかの銀行関係者が革新犯的にマスコミに流したのが報道の理由であったと推測されたという。 この時点で秘密保持という事業再生 ADR の利点は崩れており、2011年2月2日の第2回会議では、東京、日本橋の会場周りに多数の取材陣が駆けつけていた。会議においては、住友信託銀行は相変わらず出口論を変えるつもりはなく、さらに他の銀行を前にして、事項をかつてのメインバンクとかサブメインというふうに考えずに、 他の一般メガバンクと同等に扱ってほしいなどと発言し、他行から住友信託銀行のこの態度への不信が大きな焦点となったが、住友信託銀行は、時効の駆け込み保全処理についての正当性を述べる。仮で、最後まで出口論を変えようとはしなかった。当然議論は紛糾し、賛否の大激論が巻き起こった。会合に参加した林原康氏によると、 そこに突然、出席者の一人が立ち上がり、皆さん、皆さん、お静かに願います。投稿本部から立った、今、私の携帯に連絡が入りました。西村朝日法律事務所の弁護士が、東京地方裁判所に、林原の会社構成法の申請を行ったとの、ことですとの声が入り、会場からは一斉に、うおう。という悲鳴に近い叫び声と、 銀行団から馬制と土制の入り混じった会話で会場は混乱の極みに陥ったという。ナ子の公正法申し立ては平成23年2月2日に林原の代表取締役に就任したとされる福田恵美音からの委任によってなされたとされているが、これは会社法319条1項に基づき林原の全株主の同意によ行われたと記録されている。しかし、 林原康氏によると、林原健康氏は同日東京での債権者集会に朝より出ており、福田による、どう申したては西村朝日法律事務所による不実、私文書偽造の疑いが濃厚である旨を指摘している。なお林原康氏は2016年2月現在、著書において西村朝日法律事務所の弁護士、厚生法の申請代理人であった。 森治用弁護士であると思われるに対して、説明義務違反に基づく懲戒請求を行っている。西村朝日法律事務所の自席の柴原、他弁護士及び、軍、谷大輔弁護士が発言を引き継ぐも、銀行団はなおも、我々は納得できない。なぜこんなことになってしまったのか。いずれはっきりさせてもらうからな。いや、そうしてもらわねば困る。席を改め時間をかけてでも、 徹底的に追求するぞと、大声で叫び続けた。しかし、西村朝日法律事務所が先走り的に言った、会社構成法申請の事実は変えられず、2時間以上に、渡る銀行団の大議論は、第1回にして、ADR 不成立の結論をもって、ここに集結することなった。ADR 不成立の実際は、金融機関の同意が得られず、ということではなく、 上述のように、西村朝日法律事務所の駆け込み的行動によるものだった。不採額は1300億円超とみられ、岡山県内の経営破綻としては過去最大規模の事例となった。ADR 第1回会合での発表の通り、社長の林原健と実定で専務の林原康氏が取締役を辞任し、公認の社長には林原生物科学研究所の常務だった。 福田恵美恩が就任、創業以来一貫して、林原一族が主導してきた、同族経営は幕を閉じた。保全管理人、厚生管財人には、ADR 寺の顧問弁護士団を束ねていた、松島秀樹弁護士が横滑りし、参加の西村朝日法律事務所の弁護団も、ADR 寺のまま継続して、会社に常駐した。西村朝日法律事務所も、 関全に横滑りの批判には気を使っており、林原の更生法申請の第一報の時点での会話として、弁護士団は、東京地裁への申請のタイミングが早すぎたことについて、次の更生法の段階では、我々はこの案件から退りかなければならなくなるかも、れんな、いや、大丈夫ではないですか。裁判所は認めてくれますよ、などと雑談を交わしていたという。 西村朝日法律事務所が、自らの関西人就任にこだわった理由について、林原康氏は、おそらく四大法律事務所には、それを頂点として、それぞれに親密な、破綻ビジネスの果実を分け合う周辺業者あり、その意味で、林原の破綻は、これらの周辺業者にとっては、ビッグで、しかも実り多いビジネスチャンスになると予想したからだろう、と、著書で述べている。 一例として、林原県及び安市の資材処分について、本来、公正な資産処分をやろうとするなら専門業者を数社呼びコンペをやって、手数料が少なく売り値が一番高い会社に決めるというのが筋だろうが、複数の業者を比較検討したという形跡もなく、まず美術品処分の委託先としては、ADR の会計担当業者での会計事務所、 プライスウーターハウスクーパースが再登場し、破綻処理ビジネスの中で抜け目なく、商売の幅を広げている同社に一種の数形の年差へ覚えたという。一方、不動産処分の委託先としては、岡山とは、縁が少ない東急リバブルが採用された。同社は西村朝日法律事務所の若い弁護士がふと漏らしたところによると、西村朝日法律事務所とは、 とても親密な会社とのことだったという。西村朝日法律事務所が関在人に就任することにより、ADR 時は、林原の弁護を受け持っていた同事務所が一点会社側を求断する側に立ったことになった。この手続きについては、林原康氏によると、裁判所に提出した構正法の申請書に事前に、目を通す機会は西村朝日法律事務所から、 経営陣側に与えられず、手続きを委任する、時間的猶予もなかったという。その際に西村朝日法律事務所には、社長の林原健及び、専務の林原康氏の実員を預けたままであったので、西村朝日法律事務所と東京地裁との間で、どのようなやり取りがあったのかは不明であったという。中核事業法人のうち、 不動産運営の対応職産は資産が負債を上回っていたため当初は申請を見たものの、厚生会社3社の再建計画検討の中で、同社についても3社との同時的、一体的な処理を進めるのが適切と判断され、同年5月25日に改めて東京地裁への会社構成法適用申請を行った。再建スポンサーには韓国の CJ グループや、 日本タバコ産業など70から80社が名乗りを上げ、西村朝日法律事務所とフィナンシャルアドバイザーのジーシア・サビアンの温度によって、スポンサー選定は3回の入札で分けて行われた。スポンサー候補は、第1回の入札で、おおむね10社くらいに絞られ、三菱商事グループに、SBI、軍栄化学、明治製菓、大塚製薬グループ、伊藤中グループなどが含まれていた。 入札の金額幅はこの時点で400億円超のレベルと推察されたという。通常の進め方であれば、第2回の入札は第1回に勝ち残った中から、さらに金額の高い順に絞られるはずであるが、本県では変則的な入札が行われたという。第1回の入札に勝ち残った会社を確認して、連合を組めば、落ちてしまった会社でも勝ち上がることができる。 逆に1回目で上位に残った会社でも、合唱連行に手抜かりやミスがあれば2回目で落ちてしまう。こうした進め方のため、1回戦で勝ち残った組の中からも、これは2回戦ではなく1.5回戦だという悲鳴も上がっていたという。2011年5月の連休前に行われた第2回の入札では、1回目のトップ当選と見られていた三菱商事と、 第2位の SBI、それと、明治製菓、大塚製薬グループは他との連合を嫌ったのか、それともこれ以上の金額は出せないと諦めたのか、落選した。第3回目の入札前に残っていたのは、軍栄科学と、韓国の元サムスン産科の CJ グループと、カーギル、長瀬産業であったとみられ、入札の金額はこの時点で600億円前後と、報道されていた。 共同通信の事前予測報道では、韓国の財閥、CJ グループと日本の JT、日本タバコ産業が700億円前後で競い合っている模様との観測が出ていたが、JT はその後すぐ自社のホームページで入札の事実がないと報道内容を否定する、コメントを発表した。また、韓国 CJ グループは850億円以上出すのでは、との話も伝わっていたという。 が、最終的に入札を経て2011年8月3日に、長瀬産業がスポンサーに決定した。決定金額は約700億円であり、実は CJ も同額を提示したが、これは皆の総合判断で落としたという。長瀬産業がもう一社の額を上回る金額で落札したものと報道されたが、これは誤報である。林原の前線務。 林原康氏は著書で長瀬産業にスポンサーが決定した理由として、スポンサー選定の1回戦、2回戦では、長瀬産業の名前は出ておらず、債権者である三井住友銀行が同社のメインバックで、最終的なスポンサー選定は、フィナンシャルアドバイザーであるジーシア・サビアンの公平な判断などではなく、裏に同銀行の強力な意向があったのではないかとしている。 最後の入札を経て2011年8月3日に長瀬産業がスポンサーに決定し12月31日に東京地方裁判所より構成計画案が認可された JR 岡山駅南の自社所有地は2011年9月21日に入札が行われイオンモールに売却されることが決定した売買契約の決済とイオンモールへの所有地の 引き渡しは、2012年1月27日に、東京地方裁判所の構成計画案の認可決定が確定したのを受け、同年1月30日付で行われた。これに先立って、株式会社、林原、株式会社、林原商事、株式会社、林原生物科学研究所の3社は、2011年12月26日に、本社を移転し、 2011年12月31日には、有料駐車場、林原モータープールも閉鎖された。2012年2月1日付で、林原商事、林原生物科学研究所の2社は株式会社、林原に吸収合併されて消滅し、同年2月3日に、林原は100%原子の上、長瀬産業の完全子会社となった。同3月26日に、 会社構成計画は集結した。長瀬産業、大阪市からの出有史700億円、売却可能の株式などが約300億円、岡山駅前の土地が約200億円強、その他の土地、建物などが約100億円、そして林原県と安市の資材提供分の数十億円を加えると、ほぼ銀行借り入れのべてがこれらによって肩代わりできることになった。 結果として、総額約1400億円の負債に対し、約1300億円の弁債原資を確保。弁債率は、約93%と公正法下では、異例の高水準、公正法適用から約1年2ヶ月での、スピード集結となった。林原の前専務であった、林原康氏の著書によると、林原の破綻の原因として一般に流布された、内容は、 公正法の早期集結のためのストーリー的な意味が大きかったという。すなわち、関罪人側はあくまで戦略として古代宣伝をし、公平、中立な立場ではなく単なる作戦として情報を流していたが、マスコミ各社は巨額な損害賠償請求、形だけの第三者委員会の諮問内容などをそのまま事実のごとくセンセーショナルに報道していたという。 また旧経営人もスポンサーへの高値売却を目的として不愉快ながらもそのストーリーに乗っていたという。それは経営者は違法まみれの極悪人だが会社はことのほか素晴らしかった。銀行は完全な被害者で経営者を丸裸にしておっぽり出してしまえば残るのは素晴らしい会社のみ。巨額を投資しても借金ゼロで新経営者は 驚異的手腕だと高い評価が受けられる、中略の三分芝居を理想的な結末まで持って行くには、どうしたって我々旧経営人は一時的に悪役を演じ切るしかない。しかし、この汚れ役は旧経営人にとって誠に厳しいものであった。という内容である。粉飾決算に先立つ破綻の原因として、もっぱらインターフェロン。 キビ製薬工場への巨額の研究投資向けの借入金及びそれに伴う金利の発生が原因で膨らんだ最大規で約1700億円の負債が原因でり粉飾の根っこはただ一つ子会社の林原生物科学研究所であるこの研究所が恐るべき金食い虫だったと述べているまた研究投資はマスコミや世間がモデルストーリーとしての基礎研究を いかに称賛したとしても、株式非公開、銀行借り入れ中心の経営下では、あまりにリスクの高い仕事であったとしている。その他の原因として、破綻を直接招いたキーとして、メインの中国銀行とサブの住友信託銀行の一連の対応を挙げている。メインバンクの中国銀行は、住友信託銀行の岡山支店長に呼び出された時から、 あるいは西村朝日法律事務所を巻き込んだ時から実現性も少ない ADR の掛け違いをし民事再生の可能性を閉ざし、また債権者の取りまとめに関してもリーダーシップをほとんど発揮できず、結果的に破綻劇の幕を開けてしまったという。なお西村朝日法律事務所の森治洋弁護士から林原康氏に郵送されてきた質問への回答書には、はじめに、 中国銀行からは、債務整理を依頼されたと書いてあったという。つまり、中国銀行は ADR を行わせるために西村、朝日法律事務所と PWC を会社に入れたのでは、なく、最初から、会社構成法の基本シナリオを共有していた西村朝日法律事務所を、会社の中に引き込むために ADR を口実として、債権者たる、他の銀行をも騙していた疑いが強いという。 さらに、中国銀行は金融庁の指示に反して、林原の持つ大量の自社株担保の事実を外部に知らせず、隠蔽していた枠、林原創業家の持つ自社株 TOB の前後に、っかいな業績発表を繰り返し、風雪のルフにより市場操作と価格操作を成した疑惑が挙げられている。また住友信託銀行の対応は、ADR 会合で多項口を揃えて、 急断した通り、場当たり的でかつ感情的とも思える強引なものであり、現状のサブバンクでありながら、土壇場になると他行を尻目に差い行為に及び、また他行から集中攻撃を受けても出口論を解用せず、さらに中国銀行との間で、一旦は ADR で行くことを了解しながら、実際はそれを保護にするような行動を行い、結果的に、 私的整理の可能性を自ら閉ざしてしまったという。林原康氏は同じく著書で破綻後の影響として岡山駅前の広大な土地も県外資本に安く売却されてしまい、海外から岡山を目指した多くの訪問者も消え、技能の伝承と正社員採用にこだわった独自の創造的な雇用機会も失われた。地域の権益と発信力を守ってきたな防波堤が あっという間に壊されてしまったのだ。結局、大戦明をして、ネズミ一匹、大騒ぎをした割に得るものは何もなかったと結んでいる。なお2015年、平成27年1月、長瀬産業創業家からの出向であった、長瀬礼二が株式会社、林原の代表取締役を辞任、同時に、長瀬産業でも代表取締役専務を辞任し、 代表権の内副会長となった。なお同時に、長瀬産業本体の長瀬博社長も、長瀬産業代表取締役社長を退き、代表取締役会長職に就いた。その後2018年1月に、長瀬零二の公認の林原の代表取締役社長であった森下治は2018年3月31日に退任し、 公認に副社長の安場直樹がつくと発表された。長瀬産業の買収後は、長瀬零二は3年、森下治は2年という短期政権が続いている。長瀬零二は、林原関係では、林原美術館の代表理事のみ2016年2月、現在就任している。長瀬産業は、2012年5月に発表した、2015年3月期を、 最終年度とする中期経営計画で完全公会社化したバイオ企業、林原岡山市を中核に14年度の生活関連事業の売上高を11年度比8割増900億円に引き上げるとしていたが、下評の通り、長瀬産業が林原買収後は、林原の会社構成法前の2009年の売上の281億円に届いたことは一度もなく、 また2013年3月期から2018年3月期までの売上は実際は減少傾向にある。なお同票で会社構成方針制前2009年の営業利益と1億円と極端に少ないが会社構成方針制前は2011年1月で借入れ金が1228億円強ありその金利の支払いを考慮に入れる必要がある。 また長瀬博社長は、同中期計画の新聞インタビューで、林原の海外事業について、これまで代理店に任せきりで、戦略的ではなかったと指摘し、長瀬産業の海外拠点活用や、営業要員の拡充など、長瀬産業が主体となって展開する方針、林原の海外売上高は、現在30億円程度だが、3年後に60億円を目指すとしていた。 しかし、その後2014年に、当時の林原社長であり長瀬洋の議刑でもある。長瀬礼二の指示のもと、同社は、林原康氏が辞書で、失敗都市契約変更した戦日であり、また議定である長瀬洋が批判した代理店に任せ切る方法であるトレハロースの欧米での販売契約の独占的扶養を、カーギル社に対して行った。結果、2018年3月現在、 トレハロースの売り上げは、日本国内は3万トンなのに対し、海外売り上げは1000トンに至っていないといい、果たして、長瀬産業の海外施策がこうをそうしているか、疑問符がつく。林原は、メセナ事業の一環として、林原共済会を通して、福祉、文化活動を行っている。また、林原美術館、林原自然科学博物館の運営を行っている。 2012年の林原グループ合併時点のグループ会社。林原グループ合併以前のグループ会社。2004年4月から林原グループの提供番組ではトレハロースの知名度を上げるためにトレハ成人なる宇宙人のようなキャラクターを用いた個性的な CM が流されていた。父は赤い一つ目に長い横ひげ。娘二人は銀髪の長い頭と 横髭が特徴である。トレハロースを紹介する、実写ウェブサイトでは、トレハロースを使用した商品を撮影して送れば、トレハ成人、父のストラップが当選するキャンペーンやトレハクイズ25を展開した。ウェブサイト内では、地球の男性と娘が結婚に至った経緯を、紹介する紙芝居や、宇宙人親子の写真集なども掲載れていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。